まあ一応あそこに、すごいこんなところにね、茶畑が見える。こっちにも見えるな。すげえ、小川が綺麗ですね、これ。桜の花びらが引っかかってるけど。こんなところもあったんだろうな。まあ、愛媛に行く前の取っかかりとしていいかなっていう感じですね。そしてあの橋を右に曲がって、なんかね、地域おこし協力隊だか、移住した人がカフェをやってるらしいんですが、カフェは開いてないけれども、そのカフェからその茶畑を一望できるらしいんで、ちょっとそこまで行ってみましょうか。はい。桜は結構葉桜だな。もう散っちゃったんだ。はい。今一応今歩ってる道中ですね。ですね。小松茶カフェの手前にジャパニーズティー。山人っていうのがあるんだけど、これ山？これリサイクルセンターなんだよね。すごい。確かさ、ダメじゃなかったっけ？あの産業廃棄物とかそういうリサイクル関係の会社が飲食店確かやっちゃダメなんだよな。多分あれは多分別なもんなんだろうな。土地の筆が分かれてて、はい、まあ、結構こんな至近距離にあるっていいものなのかみたいなのがあります。結構面白かったね。で今バスが外人ばっかだよ。外人ばっかのツアーだよ。わつかちゃんがカフェだけど、今外人だけ乗せたあれだよ。ツアーバス行ったぞ。すごいな。これがわつかカフェ。これすげえ、住まいのことなら丸さ紹介、丸さの紹介だよ。庶民の味方なんだろうか。やっぱすごいことになってるな。変わりゆく、まあ、これが影響なんだろうな、円安のっていうのを楽しみながら止まらながら歩きます。はい、なかなか見つかんないな。多分上がってくる方向間違えたね。まあ、これ見上げるとなかなか壮大でござるな。すげえ緑よ。新芽のところがちゃんと色が違う。超緑。これがまあ真緑になるのか。いや、どこ？立ちションするか。はあ、見つからないね。でも綺麗だね。でもなんだろう、立ちションを始めると必ずさ車って来るんで、なんてか分からんけど来るんだよね。マジビビったわ。おー、すげえ。撮ろうか。もうそろそろついていいはずなんだがな。おう、そうだね。あ、だから外国人いるんだ。畑ごと観光地にしてんだな。なんか観光農園として農家さんにお金って落ちるんだろうか。だって要は人の仕事をなんか売り物にされるってなんかなとは思うけどな。
からんぞ、見つからん、見つからん。あ、やっぱちゃんと水路も整備されてるんだな。あ、多分上がってきた方向だな、これだな。ちょっと頑張るか。はい、なんかこの茶畑の中にもなかなか集落っぽい家がいっぱいあるよね。で、もともとね、千田だっけ、あの木偏に山って書いて田んぼの田なんだけど、それはそもそもやっぱりもともと林業だから、日本って。で、林業で切り開いたところの土地だからっていうので、そういう名前がついてんだって。だから林業でまあ山切り開いたところをね、お茶で木埋めたっていう感じなのかな。なんかもう杉植えなくていいからお茶植えてほしいよね。花粉症持ちつらいからね。これすごい景色だわ。よくここまで電線も引っ張るよね。あ、工場がある。でもね、家が全部土壁だしな。すごいよ、土壁をねぶち抜いてるからすごいよ。こっちから登ってきたから、これ下っていけばなんか駐車場があるんだよね。ここにもなんかね、つなぎ場カフェってなんかいくつかあって、そこからなんかね、一望できるなんか広場があったような気がする。お、あ、多分ここら辺だと思う。おお、でもここすごい見晴らしがいいね。すげえ、ここお寺とかいっぱい寺院があるんだね。すごい、でもいい景色だな。まあ、あの景色の中でお茶を汗だくになりながら撮ってるんだろうな、そのうちって思うかなと思います。いや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 、まあちょっとこっちから下っていこう。こっちから降りてきたから、まあ、それで行けばいいかな。もっとなんかカフェっぽいとこがあったんだ。カフェの駐車場らへんがあったから、もう一回そこ行けばいいのかな。ちょっとやっぱり一回しか来てないからちょっと覚えてないな。これ愛媛のみかん売店以上にさ、道がシビアだからさ、ちょっとあれレベルっていうか敷居上げちまったなって感じだよ。軽トラですか、きついね、すれ違いが。はい、まあ、そこ下っていこうか。やっぱりこういうところに家建てて住んでる人いるんだよな。ちゃんと新築があるってことでさ、資材を下から持ってきたってことだから、それがすげえよ、そもそも。そうだね、農園内は絶対入るなということだね。はい、内装工事中でしたね。あそこにだんだんカフェってあって、そのだんだんカフェが今ないなんか改装中で、まあ、工事してるから、それの一望できるね。これすごいね。今、まあ、ちゃんと水田も中にあると。こんな感じだね。風が吹くとなんで扇風機があるんだろうね。こんな感じでした。ここが一番いい景色かもしれないね。だんだんカフェから見る景色、茶畑が一番いい景色かもしれません。ではでは、はい、どうも以上です。ですね、動画溜まってますね。やっぱちょっとパソコンが壊れたんですよね。で、結局パソコンも、SSD を取り出して、メモリーを取り出してから、まあいろいろガチャガチャいじる感じになってるんで、かなり動画の編集遅れますね。はい、で、今はですね、こっちですね、京都和束町の茶畑ですね。これこんなところにね、こんな竹やぶの道のここに 茶畑のお茶の木があるんですよ。で、まあ一応明日から仕事なんで、まあその今はその住み込みバイトの寮の宿舎の
周りを散歩するっていうのがいい。散歩ですね。いやでもこの竹林がすごいですよね。茶畑のためにここだけをあの切り開いたって感じで、林道よりすごいな。愛媛のみかん梅というよりも道が狭い。これマジすげえわ。お茶ってすごいところで作ってんだね。あーこれよく崩れねえのか、大丈夫かな。すごいいいところだね。あ、開けた。ここからもう段々畑が見える。すげえ。これ屋根だね。なんか建物が倒壊したんだな。左方向です。すごいところに、すごいところにお茶ってあるね。宇治茶を積み来てますね。で、一番茶と二番茶があるので、それを積みに来ますね。うわ、すげえ。わずか、何これ。これが和束町でござるよ。で、なんか今ね、つなぎ場カフェっていうところがそこに歩いて向かってますね。まあやっぱお茶の生産地だったね。まあ初めて奈良に来ました。あ、京都に来てますね。あとはね、季節労働のルーティンっていうのもどうやって構築するかによりますね。やっぱり、消防車入ってこれないから、ね、分断になりますよね。やっぱり自警をしないとやってらんないよな。こんなところでもね、家を建てた人はいるんだよな。しっかり 財使ってさ。あとここちゃんと屋根の瓦雨漏り直してるな。へえ、もすれ違いできない。よくな、普通自動車で入ってくる気にならないし、あのわずかって絶対入ってこれねえ。大丈夫なのか。もうちょい行ったらなんか絶景の段々ポイントがあるらしいんです。そこを映しますか。で、編集できてないんで、もうとりあえず全部バンバン上げるだけにしますわ。編集はパソコン直した後っすね。はい、まあ一応茶畑をぐるっと2時間ぐらいかけて一周したかな。反対側の方にもね、これいっぱいあるんだわ。すごいね。今日雨の予報だけど雨じゃないんだな。まあこんな感じで、あと20分したら宿舎に戻りますね。ほえ